皆さんこんにちは。現在の NS は夏の大会が真っ最中、聖堂夏隊メンバー19番つけている1年生ゆいは、去年夏のメンバー当時1年生アルイチのような活躍をしています。そこで今回の動画は5年生アルイチ、ゆいかおる、この2人の共通点並びに新チームゆいの起用方法を考えていきます。この動画を最後まで見てよいと思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。まずのポイントでは、現在ユイはアルイチが1年夏の時のような似た活躍をしています。なのでアルイチが1年夏の頃、ユイの1年夏、この2人の活躍を見ていき、共通点などを探していこうと思います。まずはアルイチが1年夏の時の活躍を見ていきます。アルイチは2回戦の前も日高戦、ライダーとして公式戦デビュー。小山手ワンアウトランナー 2,3 人の場面でライダー登場。アルイチは急攻撃しセンター方向へタイムリーヒット、公式戦初ヒットを放ちました。続く2打席目は4回戦精密機械両外秋川戦、4回裏8番世界に代打登場。この打席も1打席目同様、初球攻撃しレフト前シングルヒット。このヒットのおかげもあり、作中での名シーンの一つ、ツーランスクイズが誕生しました。ちなみに春一が打った後、9番沢村が絶妙のバントを披露しています。続く3打席目は準決勝、大巨人牧がいた先々戦。6回表ツーアウトランナー満塁とチャンスの場面、代打登場。先々守備陣は長打はないと思い前進守備をしていた。しかしこれがあだとなり、ベストの頭上を超える走者一掃の逆転タイムリーツーベースヒットで3得点。聖堂はこの回4点目が入り、4対3と逆転に成功しました。最後の2つ目は決勝、当時連覇がかかっていたナイス戦。聖堂が2対3、1点ビハインド。8回表、ツーアウトランナー2塁と準決勝同様チャンスの場面で、アルイチはライダー登場。アルイチは2月のピッチャー、ナルミヤにバットを石折られてしまう。しかし、バットを石折られながらもレフト前へ全ヒット。ツーアウトランナー1、3塁とチャンスメイクしました。続いて、ユイの1年夏、準決勝前の活躍を見ていきます。ユイは4回戦、八王子戦、アルイチと同じくライダーで公式戦デビュー。ユイは初球攻撃し、レフトへツーベースヒットを放ちました。続く2打席目は5回戦の鬼金学園戦。4回裏、ワンアウトランナー満塁とチャンスの場面、ライダー登場。ユイはライトオーバーのタイムリーツーベースヒットを放ち、2得点を叩き上げました。なおその後の9番沢村は絶妙のバントを披露。このシーンは春一が1年夏、2打席目でヒットを放ち、その後の9番沢村がバントを披露。ほとんど同じシーンとなっているので、ぜひ漫画の方で確認してみてください。最後3打席目は準々決勝の創成戦。1回裏、ワンアウトランナー1塁の場面、8番ユキのライダー登場。ユイはこの打席、恒例の初球攻撃し、中間へタイムリーヒット。アルイチはライダー成績4打数4安打。ユイはライダー成績3打数3安打。ユイはまだ準決勝と、準決勝勝利した場合は決勝、2試合に残っているので、まだわかりませんが、このように2人はライダー成績10割と結果を残しています。他にも2人とも初級攻撃。この4文字がよく目立ちました。ユイは今大会、聖堂にとって大事な存在。なので準決勝ではどんな場面に登場するのか楽しみです。先ほどのポイントでは、アルイチはライダー成績4打数4安打。ユイはライダー成績3打数3安打。アルイチはこの活躍もあり、新チームでは2番や3番を打ち、本職、セカンドで起用されています。なお、ここからは、ユイが夏の大会終了後、1年秋を迎える新チームではどんな起用されるのか見ていこうと思います。ユイが1年秋を迎える新チームでは、このように公式戦でスタメン経験のある選手は6名残り、キャッチャー、ファースト、ショート、ライト、4つのポジションが空きます。キャッチャーの面では、同級生のユイよりかは、現在キャッチャーとして長けている、奥村がなると思います。そうなると残りは、ファースト、ショート、ライト、ショートはないとして、ファーストかライト、どちらかで起用されてくると思います。もしファーストで試合に出るならライバルは、メインで持ってる選手は沢村世代、ユイ世代、両世代にはいないため、このファーストは争奪戦に来ると思います。争奪戦になるとしたら結城正高津宏美、この2名になってくると思います。一方、もしライトとして試合に出るならライバルは同級生の鏡。一人はピッチャーをしない時はレフトに守る傾向があるため、結城がレフトで新チームを変えた場合はライト。なのでライバルは鏡、結城、この2名になってくると思います。主の方ではユイをはじめライトでメンバー入り、クリアピッチをするときはキャッチャー、一年明けはこの起用が濃厚かなと思います。今回は小宮田春一、ユイカオル、この2名の共通点並びに新チームユイの起用法を考えてきました。リスナーの皆様、ユイが一年明けを迎える新チームはどんな起用をされると思いますか？思いついた方はぜひコメントしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ておいて思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと、ツイッターとインスタもやってますので、オールの方お待ちしております。